えー、学校で徹底的にことなかれ主義を身に染み込ませているのが原因だと思います。大人になってこのマインンドコントロールどこ方はありますか、えー、と結局その,どの国でで生まれたととしてもああるる程度マインンドコントロールあると思うんですよ、ねでまあ、その中国とかで生まれちゃうとよりマインドコントロール的なものは強いと思うんですけどで日本もあるんですけどでじゃあアフリカだとマインドコントロールがないのかっていうとそうでもなくてやっぱりその部族同士の掟だったりその文化だったりっていうのがあって。 なのでそのどこかにマインドコントロールというのは必ずされてるんですよね多くの人の場合は。例えばそのなんか最近だとそのなんか男女平等みたいなのがその昔ながらの考え方と違ってその新しい考え方を持ってるからこの人はなんかそのマインドコントロールされてないよねみたいな考え方をする人もいるんですけど。 男女平等が新しい考え方だよねという、それがおしゃれだよねというマインドコントロールがされているだけな気がするんですよね。なので、あの、一概にその、何を、要は例えばその、なんか、 先進的と言われてる若くて綺麗な人たちが、それっぽいことを言うときは、なんか LGBT に対して、そのなんか寛容ですよ、許容すべきですよねとか、多様性大事ですよね、みたいなこと言ってる人って、その綺麗で可愛いだけじゃなくて、ちゃんと物事を考えてかっこいいみたいに捉えられがちなんですよ。なので、その LGBT を許容してます、多様性大事ですよねって言っときゃいいんでしょ、みたいな感じの、それもある種のマインドコントロールなんですよね。なので、その、まあ、 うん、一人一人ちゃんとものを考えてるのかっていうとなかなか難しいんですけどなのであの考えてなくてもいいんですけどあのマインドコントロールされてない風な立ち回りっていうのはそれはそれであるんじゃないかなと思うんですけど。というわけでそのことなかれ主義っていうのも日本の場合でそのことなかれ主義というか、えー、とトラブルを起こすのは良くないよねっていう価値観を植え付けといた方が管理が楽なんですよね。 例えばその僕小学校の時に毎日のように怒られていたんですけどで多分小学校のクラスの中でそのじゃあ今割と幸せに暮らしてますランキングで言ったら多分クラス40人の中で僕トップ123のどれかには必ず入ってると思うんですよね。なのでそのじゃあ小学校の時にこういうふうにその先生に迷惑かけてた方が割と人生幸せに暮らせてますよねっていうある種の証明になってしまってるんですよ。 でもあの僕別に宿題やらないでも何にも困ってないしその先生に歯向かうっていうのでまあその大人のとこのトラブルを起こし続けても何の問題もないしでまあ遅刻もしても何の問題もないしなのでそのそれがなぜそのルールになってるかっていうとその方が管理しやすいんですよね。その遅刻しないでくれるとあの授業もちゃんとできるじゃないですか。でも40人みんなが遅刻してたらもう授業成り立たないじゃないですか。 で、じゃあ、みんな宿題やってきませんって言ったら、それもなんか、どの生徒がどこまで進捗してるかわからない。だから、宿題は必ずやってください。で、やらないと怒られるっていうのがあるんですけど、あれ、宿題って本質的には僕、ほぼ無意味だと思っていて、あの、例えば、宿題がじゃあできる子って分かってる子なんですよ。 じゃあこの問題を明日までに解いてくださいねっていう子供はそれが解けるのはもう分かってる子だから分かってる子に宿題させても意味ないんですよだって分かってんだからで問題は分かってないやつにあなた分かってないよねじゃあこれをちゃんと分かるようになるまで教えましょうってやるわけでなので宿題はできないやつを 見つけ出してそのできない子に対してわからない部分はここだったらこうやって考えるんだよっていうのを一人一人個別に教えるために宿題はあるはずなんですよ本来はでも日本の場合ってじゃあ宿題やってきましたでも間違えてましたって言ってもそれで終わりなんですよ あのその宿題っていうのは間違いを見つけ出してその間違えた子どそを指導するためにやるのに単にその宿題に間違えた,あった子供っていうのでまた新しい授業が始まっちゃうんですよ。っていうのでその宿題のやり方自体も間違えてるんですよね日本の教育は。でもなんとなく宿題はなんかやっとかなきゃいけないよねってなっちゃってるじゃないですか。で僕宿題やらない子だったんですけど勉強できる子だったので何の問題もないってい。っていうこともあの今合理的に話すとじゃあなぜ宿題が必要かって分かったじゃないですか。 でもじゃあその宿題がなぜ必要なのかっていうシステムを学校の先生も本当は教わってるはずなんですよ教,教職課程の時に。 要はその一人一人の進捗を把握するために授業中だけでは分からないのでそのテストだったり宿題をやることで一人一人の学習の進捗を知ってで遅れてる子にはちゃんとこう追いつけるようにするっていうのは多分一応教育実習でやっとかそのなんかあの教職を取る時にやってるはずなんですけどでも実態としてはもうそれは全然使われてないんですよね。なんとなく宿題を出すのが当たり前になっててでなんとなく帰ってきてテストつけたりとか宿題やったほでは,いはい OK みたいになっちゃってるっていう。 遅刻ししていいんでしょ遅刻の僕は別にあのテストの点数取れるんだったら出る必要ないよねっていうタイプなんですけどまあまあでも頭の悪い子も遅刻してね成績悪いと大変だよねっていうのはあるのでまあ一生懸命出てほしいっていうのはあると思うんですけどまあ置いといてっていう感じでその学校の先生が管理しやすいために割とその作られたルールっていうのとじゃあその子たちが大人になった時に幸せになるかどうかっていうのってまた別の話なんですよね。 なのでその子供たちが幸せになるためにはどうするべきかっていうのをちゃんと考えて教えるっていうのは教育はあんまりやってないと思うのでなのでその学校の先生の言われた通りに事なかれ主義でそのなんか偉い人には逆らわないみたいになると多分その経営者にこう文句を言わないで給料低いままずっとサービス残業を続けるみたいな子どもができるんじゃないかなと思います。